前節11試合ぶりにこれ勝ちを得ましてかなり自信にはなっているようですね。いやそうですね、さあ石津のドリブル、シュート打つか、シュート、石津の先制ゴール、前半の9分してやったりのパフォーマンスを見せました。石津出場試合3連発ということになりました。石津らしいシュートでしたね。素晴らしいゴールでしたね、はい、まあ、彼らしい相手に少し近づきながらもうここでしっかりターンする、それこう斜めのドリブルなんですけども、はい、まあ、相手が少し離れたので、まあ、ここで左足振り抜きましたけども、まあ、前節メンバー外っていうこともあって少し彼の中でフラストレーション溜めていたこともありながら、はい、まあ、この時間帯でやっぱしっかりゴールっていう結果を残す、まあ、彼の決定力の高さも含めて、まあ、素晴らしいゴールですね。